あっぱれだ。あんたに礼を言うことになるとはね。よく船を沈めた。それが礼か。得意になるな。ようやく船を沖に出せる。どうしても対馬に帰りたいってんなら止めはしない。あと数日で息の民は毒の餌食となるか猛虎に下る。もし息が落ちれば次は対馬だ。よくわかった槍川の陣。それじゃ共に大高狩りに励むとしよう。四国前精鋭を引き連れて大高は境砦を立った。うん、企みがあるようだ。行き先は不明だ。跡形を残さない。だが砦から消えたのだな。精鋭を連れたのならば守りが手薄の今のうちに奪い返せる。万兵が少なくてもたやすくは抜けない。あそこには捕虜がいるからね。ひどい拷問を受けて大高に下るまで嫌おうなしに毒を飲まされてるんだ。ああ、しかとこの目で見た。捕虜の中に私らの仲間もいる。あいつらを救えば砦を奪えるはずだ。それでようやく戦に臨むだけの兵が揃う。隠れ家の守りを固めておこう。砦を抜けば穏便には済まんぞ。受けて立つだけさ。の仲間か。猛虎に捕まるまではそうだった。お前はもしや侍か。案ずるな。仲間を救い砦を奪うよう深から頼まれた。大高は去ったが、クンビシュという男を残した。あいつは捕虜を拷問してる。打ちのめして大高の毒を飲ませるつもりだ。ここで始末するほかないな。お主は深のところへ手を貸す。戦いたい。武具を探しておけ。お前は死ぬのが主上のためだ。父すら守れぬ男が父の砦を守れるわけがない。聞いてはならん。砦から猛虎を打ち払う。俺をこじ開けろ。俺を救え。デグを探しておけ。やるぞ。
共に戦え。頼む、出してくれ。門を抜けろ、異敵を追い払え。恐れず戦え、進め。息を守れ。押し進め。情けをかけるな。開けた、押し進め。お願いします、助けてください。助けてください。お助けを。早く、このままじゃクンビシュに殺される。ある夜、父は腹を空かせた賊を木に吊るして罰したの。それとどこに才があるという。やはり戻ったか、侍。霊薬を受け取ったのだろう。あれは勇士への鼻向け、樹脂となりうる者にのみ送られる。俺を樹脂にする、それが望みか。お前は生まれ変わりつつある。鼻向けを受け入れ、樹脂となり、蒼天を舞う術を身につけるがよい。さなくば俺がこの手で潰してやる。鼻向けだと？呪いなど受け入れん。お前も砦に吊るしてやろう。よし、ぶっ倒せ。鼻向けの無駄だ。謎なるか。ありがたくは思わんのか。死をもって償うがいい。
も花向けを無駄にしよって。黙れ、ゾンビ。ただふぬけめ、皆殺しだ。首を取れ。あいつだ。どうしよう、どうしよう。おい、待て。よくも花向けを無駄にしよって。幻影は恐ろしさを増し、いずれは死へと至らしめる。なぜ花向けを受け入れんのだ。クンビシュは多くの友を殺した。あいつが報いを受けてよかったよ。たとえあんたが侍だとしてもな。助力があったからだ。大鷹は全て見通していた。それゆえ守りが薄かった。ミスミス釣られ、ことづてを受け取ってしまったか。だがクンビシュは死んで、砦は取り返した。ありがとよ、おかげで戦える。無傷の者は負荷のところへ、残りはここにとどまれ。修繕すれば猛虎兵とて近寄れまい。そうしよう。だがその前にこいつを受け取ってくれ。侍の方がうまく使えそうだ。ああ、礼を言う。気をつけろ、負荷の隠れ家で会おう。